フィールドワークをしたときに、観察したり、現地の人に話を聞いたりして、情報を取ります。で、そういう情報を記録として残します。それフィールドノートっていうんですけども、そういうフィールドノートが各研究者がたくさん個人で集めてます。で、そのフィールドノートを使った形で新しいデータベースを作って、それを新しい研究資料として使っていく、そういうプロジェクトとしてフィールドデータベースというのを考えました。高谷先生は我々京都大学東南アジア研究センターと当時は言ってたんですけども、できた当初初期からの先生で、非常に現場に行くことが多くて、で、現場でその現場の自然環境ですとか、自然環境の中で地元の人たちがどんなふうにして暮らしているかっていうことを、ずっと細かく記録として残された先生です。とにかく見るもの聞くもの全て、データに残して、フィールドノートに残しまして、非常に詳細な記録を残されてたんです。地形ですとか、その土壌ですとか、植生ですとか、その自然環境を、非常に細かく残すっていうのが一つ。そこで暮らしている人たちがどんなふうに農業をしているか、林業をしているかっていうようなことを詳しく残されて、で、その記録ならば、おそらく当時の記録として使えるであろうと、他の人も使えるであろうと、後世の人も使えるであろうと、だからそれをデータベース化することに意味があるだろうということで、まずは高谷先生のフィールドノートを選んでデータベース化しようという方向に話を進めてきました。一番いい見せ方は、地図上でどんなふうに歩いたかが分かるようにする。で、その上で、その地図上でこの地点でどんな情報を取ったのか、この時点でどんな情報を取ったのかっていうようなことをが分かるようなデータベースにするのが、一番そのフィールドノートの持っている意義っていうのを伝えられるであろうと、使えるであろうということで、そういうその時空間上に載せるということをしました。それが一番大きな特徴になると思います。膨大なテキストの情報からどういうその情報の塊があるかというのを分析する、そういうテキスト分析の手法を取り入れた検索システムというのを作りました。で、それは東京大学の、資料編纂所の山田泰蔵さんにしていただきました。同じような言葉がいろんなトピック、いろんな、分類されていくというのを、表記する言葉がいろんなさまざまなものと出てくるんですが、水田という言葉とよく出てくる言葉3つぐらいのグループ分かれてくる。そうすると、水田という言葉、水田というものの使われ方が、こんなに3つも4つもある。そういったものには、驚きまして、高谷先生の書き方が結構単純かつ明確なんですよね。なので、割合行ったことないのに文章を読んでると、こう光景が浮かぶような感じですね。パーッとこう空間が広がるような、こういうような感じだろうなというのが、すごく簡潔に書かれているので思い浮かべやすかったかなという印象ですね。あとは時間ですね。今回の1984年5年の段階と、また別の時代のフィールドノートが入ると、この年代のスマトラというものがよりはっきりできていくと、そういうことを考えると、他のデータを増やしていくことで、地域の特徴を、あとそこの時代の特徴というものが見出していける仕組みになるんじゃないかなというふうに思っています。今行っているデータベース化の作業は、先ほど出版された本があると言います。これを元にしてデータベース化する作業を別途考えました。そこでやっているのは、ここで書いた資料をまず、そのテキストはテキスト情報として載せるという作業で、その一つの情報が地図上のどの地点に相当するのかっていうのを調べて、緯度経度情報をそれに与えて、その緯度経度情報をデータベースの表に載せるという作業があります。これは首都大学東京の高田百合奈さんという方が、作ってくださいました。そうですね。フィールドノートは実際中を見てみると、位置情報に紐づいているデータが、で構成されていたので、地理空間上にプロットすると意味のある情報になると思って、実際に地図上にマッピングしていったんですね。で、私が今回やったのは、そのトピックの違いというか、その差っていうものを色で可視化しよう
という試みをやりました。でそれを色相環というんですけれども、円状になっているもののところから一つ一つ色を抽出して、で、かけ離れた話題のもの、例えばスポーツと経済とかだとかけ離れた色相になるように話題というものを構成しました。例えばコーヒーという単語を検索するとなると、そのコーヒーがマップで見せるということもできるんですけれども、それ以外にそのコーヒーっていう植物がその場所に入っているのか、それともコーヒーがこの地点で多く飲まれているのかとか、そういう意味合いが変わってくるじゃないですか。それを色で示すということができるようになっています。他の研究者の方々のデータを集めて同じようにプロットしていくことによって、もしかしたらその一つの地点でも別の人から見れば、もしかしたら違う視点でものが語られているかもしれないので、そうするとなんかさらにその地点の詳細というものが明らかになるんじゃないかなと思います。同じような関心を持っている人が自分の持っているデータをこの高谷先生のデータベースと同じ地図上に載せて、その上に自分の情報を載せて、で比較してみる。でそうすると60年代70年代と現在この40年間の50年間の違いみたいなことを比較できる。フィールドノートデータベースというと、やっぱりその見たこと聞いたことが、基本的に載って、文字化されてデータベースになってるわけですけども、ぜひその見えないものですね、パッと、写真を見て、写真の中にはどこかに写ってるんでしょうけども、やっぱり意識化しないと見えないものとか、意識して、考えないとわからないその物事同士のつながりとかね、そういうものをフィールドノートから見出せるようになると、多分名人芸というか、もう一つ先の使い方になるんだろうなと思ってます。